こんにちは。どうも渡辺直美です。今日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。この腰についてるウエストポーチがあるんですけど、普段よく使うようなものをこの中に入れています。こっちにクレジットカードと家の鍵で、こっちに携帯、そして絶対必要なイヤホンで、こっちの大きいリュックの中に日頃私が仕事で使うようなものだったりとか、そういういっぱいたくさん仕事道具が入っています。私も何が入ってるかもね、わかんないんですよね。はい、出たよ。これが私のバッグの中です。すごい入ってた。ノートが多いですね。一つは未来の日記というか、自分がやりたいこととか目標とか、その場で思い浮かんだものを絶対に書いておかないと私忘れてしまうので、その書いたやつです。見せれないです。でこれが一番の最大の英語ので、ちょっとちっちゃい文字だとやる気なくしちゃうので、大きいノートにでかくまとめて、こういうのが何枚も書いてあって、まあ見て文法を覚えるノートです。私カラフルにノートをまとめるのがすごい好きなんで、これが自分の筆箱でよく使うペンとかはこの中に入れてます。でもこれだけで足りなくって、で蛍光のペンと、これはもう運ぶのがめんどくさくて、机の上に置いてるこのままリュックにぶち込んで、で書いて、でそのまま移動させるっていう。サングラスもかけてます。これ日本では絶対にかけません。あとこれはメガネ、コール、あ、メガネのケースでした。今日のこのイヤリングもそうなんですけど、自分が海外で買ったイヤリングとか、そういうジュエリーとかを持ち歩いて、まあ、私物で今日なんか撮影で使えたらいいなっていう時用に持ち歩いてます。この箱ごと。もう絶対必要なのが香水。もう仕事するときにこのクロエの香水をつけないと、ちょっともうスイッチが入んないぐらい、仕事の前は必ずこれを、もう蓋とかどこか行きました、すぐ取り出してつけれるように。前髪ウィッグ、私前髪あるときとないときあると思うんですけど、すべてこのウィッグ、やっぱその日の洋服だったりとかメイクに合わせて前髪をつけたり外したりしてます。続いては私のメイクポーチです。セーラームーンが好きなので、セーラームーンのポーチ、リップとかアイライナーとかこんな感じで、このねアイライナーがめっちゃ最高だから、このフェンティの眉毛描くのはインテグレート、これがもう一番最強。今日のメイクの気分でどのリップが合うかっていうのが分かんないので、もうここにまとめて全部入れてます。自分の性格ですか？適当だなと思いますね。荷物を入れ替えて、今回はこれ入れて今回はこれ入れないというのは嫌なので、基本もうニューヨークと日本すぐ行ったり来たりできるようなセットになってます。ちょっとルーズですね。私自身がちょっと遅刻回ってきたところがあるので、インドは夜型、もう気づいたら朝4時とか、ドレスアップ、カラオケ、一人カラオケ大好き、バックパック、踊る、ファッション撮影、いい質問ですね。金髪、恋でお願いします。東京、あ、吉村さん、あゆみさん元気してる？元気だよ。見てないことを祈ります。閉まらないと思ったでしょ。それではみんな、ウォーグジャパンの他の動画も見てね。さよなら。よいしょ。